皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月の23日、11時45分、佳子さまへのメッセージなんですが、まあ昨日も今日も、朝早くから天の神様への、全てのスポーツ業界の方たちへの安全のお祈りという形で、アマテラスの大御神様、天の神様ですね、太陽神を想像して、太陽を想像して、お祈りしてるんですが、その効果もあるかと思いまして、もともとスポーツ経験者だった人がパイロットになってる例はたくさんありますから、無事ギリシャに今頃、到着されてるんじゃないかなと思います。インターネット記事では5月の22日に、出発ということでしたので、それと、閲覧していただいているときに聞いていただいたらいいんですが、裁判所で、今、訴訟のその内容を開示してますけども、最初から弁護士さんに頼んでおいた方がいいと、その訴訟に関しても、どのような文章を確認してもと、そういうふうな受け答えになりました。手続きのところで、聞いたという形なんですけども、求めを、請求項をまとめる、内容の法律などもあったと思います。で、ただし、その請求する、その各請求項自体が、どれぐらいの金額になって、値するものなのか。で、それによって、その訴訟費用が、合算されていくらになるのかというものは、裁判官じゃないと、その、内容を見ていないので、裁判官が判断するとしか、言えませんと。そういうふうな、お答えだったんです。で、あとは、もう一つが、ちょっとメモ用紙持ってきます。その進捗状況として、民事訴訟法を見ていて、その補助参加人や共同参加人の件に関しても、裁判所もその、その一般的なことでの受け答えしかやっぱりできない部分もあると思いますので、高島彩アナウンサーとかが、その、率先して裁判のその協力をするっていうことを言ってましたけども、あと、報道ステーションの小木アナウンサー、もともと交通機動隊のその警察官で、報道ステーションに出ていて、笑顔で払いますということを言ってくれてるんですけども、僕の提案した番組についての、求めなんですが、そういう部分をお伝えしても、最初から弁護士さんを雇っておいた方がいいと、そういうようなご返答でした。で、法律相談が5月の28日に予約をしていまして、で、昼過ぎですね、14時ぐらいの時間帯だ、大体それぐらいです。家の近くの北新ビルなんですけども、そこで、直接、その、弁護士さんとしてついていただけるのかどうか、それも、その時の弁護士さんに聞いてみていただかないとというご返答の、一般的な、その、受け答えですね。その内容を見てないので、あちらとしてもどうしてもそういう、受け答えになると。あとは、やっぱり同じパターンで、
動いてしまいますね、喋ってる内容も。まあ、知識的にもそうなのかもしれないんですけども、その、後から電話を、まあ、オフにした後、思い出すんですけども、ああ、そういえば以前、その電話に出られた方が、ああ、誰それさんだったなと。で、その後、誰それさんにつないで、以前もこういうふうな話になって、で、誰それさんにつないで、で、多分最終的にはその、裁判官の方が電話に出てきていただいたんじゃないかなと思うんですけども、まあ違うかもしれませんね。ベテランのその書記官の方かもしれませんし、まあ受け答えをしていて、その、スマートフォンでその喋ってる内容を保存しても、いいですかどうですかというところで、まあ最終的に最初の方に電話に出られた女性の方は、まあ、なんともお答えできませんっていうことだったんですけども、まあ、最終的に出てこられた男性の、その、ベテランの書記官の方か、まあ、裁判官の方だと思われる方の、まあ、ご返答では、まあ、まあ、良いというような形なんですけども、その、議事録の方ですかっていうことを言われたんですよ。その時すぐに僕は返答で、いやいや、備忘録の方ですと。漢字の意味を見ていただいたら分かると思うんですけども、ま、忘れないように備えておくために、メモなど、記録をつけておくという、まあ、記帳しておく。まあ、要するに、記録ですね。だからまあ、そういったものなんですけど、まあ、電子関係に関しても、まあ、電子書類だとか記録だとか、まあ、そういう扱いになってますので、まあ、その話を昔もその方としたなと。で、まあ、その時もその方は、あ、美事録の方ですか、と。まあ、そういうふうな受け答え。ああ、そういえば、オフにしてから、ああ、先ほどはあの男性の方、以前も全く同じ会話してるわ、と。まあ、こういうような、状況です。で、まあ、一応その、裁判のその、弁護士さんの、その、予定日、と時間帯なども伝えておかなければならないなと思いまして、まあ、佳子さまへのメッセージということで。で、まあ、あとは、その、その、やっぱりプリンターを捨てることになりまして、印刷はしてみましたけども、字が薄くて、ちょっと扱いづらい状態でしたので、まあ、その、ゴミを捨てる日が定められて、まあ予約してその日に捨てるものですから、それはね、ちょっと日付もう一回見ますね。合ってました。6月3日です。で、ですので、まあ6月の2日などには、まあ夜自宅には戻っておかなければならないという。まあそういう状況です。まあそういうふうな部分をお伝えしておかなかったら、そちらもこちらに来て、その無駄足になったりしたら、やっぱり大変じゃないですか。まあその辺のところは、しっかりと伝えておかなければならないなと思って、お伝えしました。以上です。まあ公務の内容とかは私の方は、ちょっとまあ情報が特に揃ってませんので、どのようなことをお話しされているのかわからないんですが、まあ、安全に、帰ってこれるように、ということで、メッセージをお送りいたします。どうしてもやっぱりまだこの時間帯ですので、まあ、こういうふうな、儀礼的な、口調での話し方になってしまいますね。いろいろな、まあ、関係だとか、まあ、数から始まる、まあ、いつもの僕は、まあ、これ以上はあんまり言わないように、まあ言うときは言うとは思うんですけども、やっぱりもうそういった瞬間もこうなりますよね。その辺のところで、まあこういう状況です。日付の方お伝えしました。5月18日と、あとは6月3日の、プリンターのゴミ出し、まあ、6月2日の晩には家に戻っておかなければならないと。まあ、こういうことです。以上です。長々とご清聴ありがとうございました。